世話になっております。お手です。今日は本当にあった大工の悲惨な話をしたいと思います。僕はラッキーなことに、まあ運がいいんでしょうね、語れるような悲惨な経験はないんですけども、僕いろんなとこに応援に行くんで、その応援に行った先々で悲惨な話をたくさん聞いてるんですよ。その中でよりすぐりの悲惨な話をしたいと思います。それではまず階段ボードを張り替え事件。最近では階段周りのボードに道見切りを入れるのはもう常識的なんですけど、その家はデザイン上道見切りなしだったんですよね。それで大工さんは監督にクロスがひび割れるかもしれんでという話はしてたらしいんですよ。なんですけどそれでいいということで道見切りなしで仕上げました。そして完成して引き渡しました。そしたら数ヶ月後、案の定クロスがひび割れてクレームが入りました。そしたらその建設会社の社長が激怒して、もうすべて大工が悪いということで怒鳴り込んできて、全部やりかえと。いや大工さんはいやいや監督にはひび割れるかもしれんでっていう話はしたよって言ったんですけども、聞く耳持たずでやりかえろということで大工さんはただ働きさせられたそうです。引き渡し後なので大変ですよ。養生もしなきゃいけないし、帰る時には綺麗に片付けて帰らなきゃいけないし、3日ほどただ働きさせられたそうです。悲惨ですね。続いてはフロア全張り替え事件。これはこのフロア皆さんご存知ですか？知ってる方もいらっしゃると思うんですけど、ベニヤじゃなくておがくずを固めたようなパーチみたいな材料でできてるんですね。ほんでサレもちょっと独特な形してるんです。まあちょっと変なフロアです。そのこのフロアで施工したんですよ。そして完成後にフロアの継ぎ目が全部こうサネのとこで膨れ上がったんですね。全部ですよ。それでこれはもう明らかに不良品なのでメーカーを呼んでいろいろ話したんですけど、メーカーは一歩も譲らず、大工のボンドの付け方が悪いということでもう押し切られてしまって、全部完成した後のフロアを1回も2回も全部剥いでやり直したそうです。当然ただ働きです。ちょっとこれ本来なら裁判するような話ですよね。個人事業主は本当舐められてます。悲惨です。次は交通費8000円強制事件。その大工さんはニット1万5000円ぐらいにしかならない安い請負をやってたんですね。ほんである現場が終わったところ、突然一時受け業者から次の現場をやらなければお金は払わないと言い出したんです。ちょっと揉めたらしいんですけど、まあ仕方なく受けることにしたらしいんです。それがなんと高速を使ってでも片道3時間かかるようなところで、交通費とガソリン含めて8000円かかったらしいんです。ニット1万5000円しかならないのに。なのでニット7000円で交通費8000円かけて1ヶ月通ったそうです。さらに追い打ちをかけるように、その前回の工事のお金は10万円強引に値引かれたそうです。悲惨です。次は
ニットの3000円事件。これはかなり年の大工さんのお話なんですけど、骨組みだけ残してフルリノベーションするような仕事で、まあその大工さんも話をもらった時から、ああこれはお金にならないなと、時間も相当かかるなと分かってたそうなんですよ。ですが遊ぶよりマシかと思って受けたらしいんです。そして工事に入りました。そこで突然工期の大幅短縮を言い渡されて、強引に。それで大工さん慌てますよね。もう仕方ないので応援をじゃんじゃん入れました。応援には一人前のニットを払わなければなりません。まあなんとか完成させたんですが、応援に来てくれた大工さんみんなに払うもん払ったら、その受けた親分の大工さんのニットは3000円だったというお話です。3000円じゃ経費にもなりませんよね。完全にマイナスです。悲惨ですね。他にも細々した悲惨な話はたくさんあるんですが、この度はよりすぐりの悲惨な話をしました。皆さんも悲惨なエピソードがあればぜひコメントで教えてください。それではありがとうございました。